デモンズソウル、ダークソウル系のヒットなどの影響もあり、2010年代後半から現代に至るまで高難易度ゲームが増えています。互いにそれらの影響を受け、さらに増えている印象もあります。特にパーマです、もしくはそれに近い仕組みを持つもの、つまりミスしたらやり直しになるもの。ローグライクやローグライトなどが、ジャンルとしても多く見られる印象です。話が脱線しますが、ローグライクとローグライトについて説明しておきます。親切な解説です。ローグライクというのはざっくり言えば、ダンジョンやアイテムがランダム生成され、死んだらやり直しになるもの。そして味方と敵のターンが交互に訪れます。 PC ゲームの黎明期にローグという作品があり、それに似たものです。日本では不思議のダンジョンシリーズが有名。一方ローグライトはその要素を含むものです。定義は、人によって差が出るでしょうけど、アクションゲームなどローグとジャンルが違えば大体ローグライトです。アクションや演出はキビキビとして気持ちよく、やられるとランダム性のある装備やアイテム、あるいは展開で変わったプレイ体験を提供する、高い評価を受けているタイトルも多いです。ローグと同じならローグライク、それ以外の要素を挟むならローグライト。ただローグライトという言葉があるときに生まれる区分なので、すべてローグライクと言ってしまって差し支えないと思います。話を戻します。このミスしたらやり直しという仕組みはインディー系のゲームにはとても合います。ゲームはどうしても根本的に同じようなことを同じように繰り返して遊ばさざるを得ないものだから、リソースをあまり多く作れないインディー系のゲームには都合が良いです。だけどちょっと考えてみてほしいです。お客さんだってずっとやり直しになり、ずっと同じものを遊んでいたいというわけではありません。ゲームを先に進めるには動機が必要です。主な動機は先を見たいということになりますが、その欲求が出てくるためには先に対する期待を見せなければなりません。つまり先を見たいと思わせる魅力がゲーム内に必要だということです。魅力もないのに、十分な変化も見られないのに、いつまでも同じようなプレイをしてくれるわけはありません。難易度などによる配慮も必要だと思います。想定よりも詰まってる人が多い場合、その人が見ている景色は何か、いつも同じ景色ってことになるかもしれませんね。ダークソウルなどは先に進みたいという強い気持ちにより進められます。人によってはフロムソフトウェア、あるいは宮崎さんへの、信頼によって成り立っているのでしょうね。なのにシステムだけ真似て先を見たい期待や動機づけを行っていないタイトルはプレイしていられません。どのぐらいで先に進ませることを想定できるのか、それはゲームのボリュームや展開、肉付けなどによって決められるべきものなので、他のゲームが高難易度だからと、あるいは慣れている自分がギリギリクリアできれば OK だと決めつけない方がいいですね。私自身はゲームをよくしますが、こういった作品は、正直早めに見切りをつけることも多いです。同じ時間を費やすならより多くの作品に触れて新たな刺激を受けた方が良いですからね。作品のそれぞれでどこまでの魅力を提供できるのかは、作り手としてはよく考えた方が良いでしょう。特に同じ場所で何度も使えてしまった時のことは想定すべきですね。